そう。ティンティン。ティンティン。ディンディクティン。ディンディクティンディクティン。ディン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 。そうなのよね。18日のライブ楽しもう、お、楽しもうな。18日、そうそうそう。マスカラ色違う、マスカラしてないよ、今日。今日は何もしてません。こんばんは。タンプレください。物理的には無理ですね。気持ちはあげるよ。気持ちは届ける。任せろ。その辺は任せて。先着取れてよかった。あ、そう、先着順なんだよね。今日じゃないや、なんだっけ、18日のやつ。そうそうそう、うん、配信あるの？どうなんだろう、配信あるのかな18日。どうなんだろう、わかんないな。めっちゃ早かったみたいですね、売り切れたの。そうそうそう、先着ってやっぱそうなるか。肩こりがすごいんだ、なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとか肩こりだ。スチューデンツ見ます。お、ぜひぜひ。今日久々にスチューデンツ出てるんで。そうなんですよ。激辛カレー、そうか、激辛カレー食べた。マリナ氏の卒業セレモニー、で私も後で見ようと思ってるよ、 DMM で。リアタイね、途中までしてたんだけどさ、電波悪すぎて、泣きながら微笑んでの途中でさ、もう私の 4G が落ちた。隣のバナナやるのはね、マネージャーさんから聞いてて、なんかアリちゃんと隣のバナナマリナ氏がやるって聞いてたから、これはもうたまげる、可愛くて絶対たまげると思ってすごい楽しみ見るの。ね、アリマリのね。そう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 、マリナちゃん明日がラストなんだよね。そうよね。ね、卒業公演、山口とやってたもんね。ね、そうだ
ばんは。ありなし。ラスアイの萌つんがふーちゃんを街で見かけたって、え？そうなんですか？あらあら、恥ずかしい、やだ恥ずかしい。いやもうね、もう私なんてその辺いますから。でもか前にマネージャーさんとふーちゃんいたって2日前何してたっけ。ああ、お仕事中ですね、多分お仕事中です。2日前は多分市内で、そうそうそう。あら恥ずかしい。よかった、なんかプライベートな感じじゃなくてなんか恥ずかしいね、プライベート。そう、やゆちゃんね、お友達聞いた聞いた。うん、アイドルさんってやっぱり声かけられたり、どう、人によるんじゃない、声かけられて嫌か嫌じゃないかは。その人によるでしょ。私は別に嫌じゃない。うん、ヤッホーってヤッホーって。なんかあれの方が嫌だ、声かけられない方が嫌だ。それでなんかツイッターとかでなんかふーちゃんどこどこいたみたいなとか書かれてたら怖いなって思うけど、なんかそっちの方が嫌だ。だったら声かけてほしい。そう、ふーちゃんってなんか来てくれた方がおーこんにちはってなるんだけど、なんか後から見たみたいな言われると、なんかなんかどこ見られてたんだろうとか、なんか恥ずかしくて、ちょっとなんかちょっとなんか嫌だそう、気づいたら声かけてほしいかな。うん。そうそうそう。あ、でも会釈とかでも全然おーってなります。うん。そんな声かけられることないですけどね。うん。話しかけるのオーラ出てる人いるからな。それはやめとこう。それは話しかけるのやめとこう、ふーちゃん今日20歳の誕生日だからお祝いしてほしい。おめでとう。ふーココアしか勝たん、おめでとうふーココアしか勝たんやって、おめでとうございます。20歳、君も20歳になったんだね。僕も20歳になったよ、最近。最近は嘘、半年前ぐらいに。おめでとう20歳、20歳節目、まあ、節目とかね言われると思うんですけど、特にそんなね変わったこともないと思うので、毎日楽しく元気に過ごしてください。風子がしか勝たんよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうありがとう。そうだね、ふーちゃん自分のこと僕っていうの私一人称めっちゃありますね、多分。なんかふざけて僕とか言ったり、俺はとか言ったりする。でもなんかメンバーと話してたら、ふーもあるし、私も言うし、私、ふー、うん、いろいろ、わて、わいも言いますね。うん、わいはめちゃうかも。うちは言わんな、確かに。うちは言ったことない。
ワイっていう子今までリアルで一人しか、え、めっちゃ周りにいるんですけどもうおかしいな、なんだろう、あ、ヤブスタも言うかも、ヤブスタはみたいな、なんかそれはなんか大人の人と話すときに言います、ヤブスタはこう思うみたいな感じで言いますね。そう、女の子なのかもちろん、うん、統一しないの、しないな。なんかその時に合わせてふざけてる時だったら僕も僕もとか言いますね、普通に。俺もみたいな、めっちゃ言います。そうでちゃんとしてる時は、あ、私はみたいな、取材とかは、取材とかはね、あ、私はですねみたいな急に真面目モード入れるから、急にオンオフオンオフ、ケースバイケース、そうです、ケースバイケース。関西人でそれは違うでしょ、関西人は関係ないよ、関西人偏見よくない、うん、よくないぞ。ね、子供の頃ふーちゃんって、あ、自分のことね、言ってた言ってた、ちっちゃい時、うん、タワーだよ、あ、ほんとや、なんだこら、かわいい、ありがとう、アンドゥーさん、ふーちゃんとタワー、ありがとうありがとう、ありがとうございます。すごいかわいいタワー建ててくれたの、髪切ったから、髪切っちゃったかな。ウェディングタワーね、ありがとうアンドゥ、アンドゥちゃん、サンキュー。8センチ切ったよ。気分じゃないよ、切ったの。ポニーテール、ポニーテールっていうかね、結べる、普通にちょっとだけなんかね、ちょこんってめっちゃめっちゃちっちゃいんだが、めっちゃちっちゃいけど、なんか結べんことはないなっていう感じの長さ今。頭の形もみんな頭の形頭の形みんな静香ちゃんスタイルはしないよ。何静香ちゃんスタイルって、お風呂の毒なってやつですか。何テール何だろう、なんでだろう、なんでだろう、なななな、んでだろう、お風の頭すこ意味わからん、なんなん、お風の頭ってここ頭ね、ありがとう、なんか褒められた、褒められてるのかわかんないですけど、ありがとうございますつむじ好き、ありがとう、ありがとう、みんな変わってんね。ふーちゃんの影響でショート好きになった、おー、それはあるし、サイン会でのつむじ来た見せない、んな、私のつむじは見せないし、
リーが十分に充電されました。ロングのふーちゃんの記憶が消えつつある。早くない？やばいな。やぶこさん耳大きい。どうだろう、普通じゃない？耳大きいのかな、わかんないけど普通だと思う。耳、私の耳普通だと思う。入浴してきます。テレ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 でこい勝手に来なさい、お風呂はもう一段階切らね、もう一段階一回も切ったことないんだよね。この長さが最短かもしれない。写真集進んでる？進んでるよ。進んでるよ。写真集ってまだ予約できないの？まだかな、多分待っちゃったか。時がむねむね。さては眠いな。眠くないよ全然。昨日はねすごい寝るの早かった。タイトルなんね、タイトル私まだ知らないんだよな。うん、昨日友達と遊んでオールしました。若いね。友達とオールとか絶対やだごめん、したとか言ってるのにやだ、疲れそうオールは一人でしたいな。友達とオールって何すんの？嫌だ、ふーは。うん、若いって言ってますが同い年、同い年だね。うん、気使うくない？気使わない？オール、お泊まりじゃなくてオールか。うん、気を使うのは友達じゃないんだよ。いや、そんなことないと思うよ、ふうは。友達って気を使うくない？普通にふう誰でも割と気使うんだけど、気使わない友達は2人ぐらい、 2,3 人しかいないけど、割と気使うくない？一緒に人といたら、誰かといたら気使うんだけど、うん、ふうって親友か知り合いのイメージいやいや、あ、まあまあ、うん、どうなんだろうな。なんか
わかんないんですよ。その自分が果たして友達と思ってる人は向こうも友達と思ってくれているのかがわからないし、確かめようがないことが怖いから、なんか簡単にその人に対して友達だねとか言えない。なんかそれすごい仲いい子は別だけどさ、なんだろう、友達って言っていい距離感がわかんない。その境目というかさ、線引きがないじゃん、具体的にここから先が友達ですみたいな、わかんないから。自分がそう仲良しって思ってたとしても、なんか向こうは、あ、仲良しって言われたから仲良しって言わなきゃみたいな感じで思われてたらすごい申し訳ないなみたいな、なんかそう思ったら、なんかなんだろう、そう、難しい、人付き合いって難しいなと思う。そうそうそう、そう、一人でいるのが好き？一人でいるのね、すごい好きだけど、一人でいすぎたらすごい寂しくなるタイプ、うん、でも一人はすごい好き。なんか不意に一人になるんです。一人になりたくなるというか、すごいね、まあでもみんなそうなのかもしれないけど、なんか急にもう今日は誰とも連絡取りたくないみたいなとかある。なんだろう、そう、あるね。そうそうそう、7割1人がいいな。あー、孤独に浸りたいん？うん、孤独じゃなくて、なんか1人、孤独は嫌だけど、孤独は嫌じゃない1人がいい。なんか普通に自分の趣味に没頭したいだけ。なんかすごく雑に言うと、今私は漫画を読みたいから話しかけないでほしいっていう状況なんだろう。その今日はもう漫画とアニメとゲームとかそういう自分の趣味にしか向き合いたくないから、私の世界に入ってこないでほしいっていう時がある。すごくそれが多いのかもしれない。割とその時間が多いのかも、邪魔されたくないのかもしれない。でも急になんか誰かに会いたいなみたいななんか今かな、誰かみたいな電話しようかなみたいな気持ちになったりする時もあるの。そうそうそう。でもそれは普通になんかみんなあると思ってる。エンティフィールド全開、エンティフィールド全開、そう、エンティフィールド全開、その時、そうそうそう、ガチガチよ、3枚ぐらいあるからその時そうそう、みんなそうだと思ってる。人間ってそういうもんだと思ってる。うん、私だけじゃないと信じてはいるけど、どうだろう、わからない。どう区別つければいいの？でもなんか私あんま誘われないんですよ、人から。多分人付き合い悪いと思われてるからメンバーとかからも。そう、なんか人付き合いというか、ご飯とか全然行かないし、みんなとそこまで行かないのよ。だから自分から誘わない限りあんま外に出ないから、人とご飯とか行かないのよ。だからそう、なんか誘ったところで来ないだろうなって思われてると思う、みんなにも。友達でもそうなんだけど、そうだからあんま区別というか、私が誘ったらあれなのかなと思う。ぼっち飯多い、ぼっち飯しかしないかも基本。
誘ったことあるメンバー自分から、まいちゃん、まだ行けてないんだけどまいちゃん2回とも日にちも決めたし、ここも行こうまで行ってるんけど、本当にお仕事の関係できなかったんですよ2回とも。そうだから本当にまいちゃんはそう誘ってる、ちゃんと。そう、でもこれはもう仕方ない、お仕事上仕方なかった。そう、領域展開領域展開しちゃった、自然と領域展開してしまったそうしょうがない。そう、そうね、夜遅いとねなかなかあれなんだけど、そう、でもなんか大人数とかだとどうなんだろう、あんま行ったことないからな。ほのたんとかはねお家行ったりするけど、ほのたんのお家それはあるな確かに。うん、そうだね。私メンバー宅に泊まりに行ったこと全然ない、うん、全くないかな、人の家泊まりに行ったこと。お風呂は一緒に入って、お風呂は全然入れる、そこはね全然行けるんだけど、うん、ないね、なかなか。お風呂一緒に入った方が早いでしょ、温泉とかってことでしょ。うんうんうん、ずっと一緒だから余計に一人の時間欲しくなる。あーでもそれはあるかも、常に人といる仕事だからかな。うん、うんうん、メンバーと食べ物のシェアはできる、今はねコロナだからあんましないけど、そういうのシェアとかは全然できるよ。シェアはねいいと思う、すごく。うんうんうん、うん、シェアピー、ポキー、ポキー、雪見大福かもらう、雪見大福もらうっていう人とは私もういいんですか、そんなこと言って、いいんですか雪見大福もらうとか言って、もうそんなこと言ったらもうもう口聞かねえぞいいんか、一人一人名前書いて覚えとくぞ
フーの食べてるハーゲンダッツ横取りしたい。え最低なんだけど普通にひどいんだけどびっくりした、ひどくてびっくりした今ひどい人がいる、怖い。本当だよ、ピスタチオ味のピノね、まだ食べてない、食べなきゃね前もエビ食べたい、エビうまいよな、エビ好き、エビ今日食べた、嬉しい。スタバの新しい抹茶だってね、飲んでない、まだスタバいちごも飲んでないわ。この間ちょっとギフトカードいただいたので、もうかにゃーんっていう気持ちはある。スタバな、スタバのいつも同じのばっかだからな最近、うん、だからね、あんま飲まないな最近、うん。エビが好きなのはエビ型でそうだよ、知らなかったの、フーがエビ好きな理由は私が AB 型だからです。そうだよ、嘘だけど嘘だけど、今のエビの下り全部嘘だけどエビ食べたの本当、エビが好きな理由は嘘。てへへ、3日ぐらい前から蚊と同居してます。かゆ、うわ、わかる、私も蚊に噛まれた。やだわ、蚊の季節来たって感じだね。無比、無比大事、無比とうな。カニカマおもろ、カニカマれたってカニカマって言えばいいんだ、使おう、カニカマめっちゃいいじゃん、使おう、カニカマ。今日何時まで、何時までやろうかな、決めてなかった、今日何時まで、何時までやろう、何にも考えてない、眠くなったら終わろうかな、もう着替えてるしカニカマなんだが、カニカマ、マジカニカマ、うん、カニカマ、お風呂入るよ。なんかショールーム深夜でも配信できるようにしてほしいよね。私不意にさ2時とかに配信したいなとか思うもん、3時とか2時とかね、夜なんか暇だなみたいな、うん、なんか配信しよっかな、したいなとか思うけどできないからさ、うん、
ツイキャス懐かしい、ツイキャス、ツイキャスか。ニコ生ツイキャス懐かしいね。なんかうん金曜日とかってさ、何すればいいか分かんないな。明日早くて寝ようか迷って、寝な寝な、寝た方がいいよ、寝な寝な。土日に備える、そうだね。寝れないん？でも最近はどうだろう。今日はでも寝ようと思う。明日オンラインサイン会あるし、目がコーってなると思うから、ブルーライト浴びていっぱい。だからちょっと寝とこうって思ってるよ、ちゃんと。ね、ほっぺがほんのり赤くて、お、チークちゃん。目疲れた時アイマスクとかつけ、ね、ホットアイマスクつけること多いかも。蒸気でホットアイマスク、あれはいいぞ。むちゃくちゃ疲れ取れる。やべしたふうの顔が好き、ありがとう。嬉しいよ、そんな珍しいこと言ってくれる。ショールームしたい時ってどんな時？なんだろう、私結構ショールームは私の中で、なんだ、家でやるショールームはお仕事感覚がないというか、なんだろう、話し相手みたいなみんなが私の話し相手になってもらってるっていう感覚だから、いつやりたいって思うかはなんか自分の気分というか不意に、まあ、やりたいなみたいな感じ。そういうスタンスです割と。全然お仕事感覚じゃない、もうポン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 って感じ。何も考えずに喋ってる今も。なんか入った時の時は STU にあ、こうやって喋ろうとか、こういうのを話そう今日はとか、テーマ決めてた時期もあったし、イベントとかの時はそういう時もあるけど、基本はあのね、何も考えてない何も考えてない。なんかでも結構さ、みんなもさ、なんかしながら見てるとか多くない？結構ご飯食べながら見るとかさ、なんかの片手間にショールームって感じじゃない？違うのかな、どうなんだろう。私結構さ、
そういうこと多いんですよ、ライブ配信見るとき。なんかしながら置いてるみたいな、そういつも流してるみたいな感覚だから、そうスマホゲームしながらとかね、そうそうそう、アニメ見ながらとかある、そう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 。だからなんか自分も結構気楽でやってるから、あ、全集中してる、ありがとう、それはそれで嬉しい。僕別にいやそれも嬉しいんだけど、そうでもね、すごいね楽しく見てくれてるなって思うから、みんなが、だから自分も気楽に、なんだろう、自然体というか、うん、できてるなと思ってます。キャベツの千切りしながらと、それはね、キャベツの千切りに集中した方がいいよ、危ない。いいつまみになってますよ。お、嬉しいなぁ、それは。ラジオ感覚で聴ける配信の子が好き。あーね、サンマド、すごいね。たまに無言になるから固まったかってやば、喋り続けよう、喋り続ける。何話してほしいですか、じゃあ。ヒロイン育成計画、なんだっけ、ちょっと言ってよ、歌詞。ヒロイン育成計画、もうわかんない、ヒロイン育成、わかんない、なんだっけ見たけど忘れちゃった、なんだっけ、ヒロイン育成計画、どんなんだっけ。ヒロイン、どんなんだっけ、ジョイあ、忘れちゃった、出てこないや。ヒロイン育成計画、きっとヒロインなら綺麗でお姫様に、なんで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 なんてねこれでしょ、来た、来たんじゃないこれじゃない、来たくない、今来たよね、これでしょ、合ってるでしょそれや、来た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 よ、ふーちゃん来ました、顔赤くなる、ふー、なんか自分が興奮したら顔赤くなるのよ、あの恥ずかしさとか全くないんだけど、今そう思い出せたっていう顔を沸騰した今、そう、あ、そうだそうだ、ヒロイン育成計画ね、バイト探し、なんとかなんとかなんとかかんとかかんとか、トゥ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 
ってってって、もう分かんない、ここからこの辺か分かんない、こんな感じのやつだよね。踊ってみたみたいなやつで、おそう豚さんポーズって、はい、うん、うん、そうだそうだ、チカッとチカチカはいつもチカッとチカチカね考えてきます。借金の時間、そうね、踊ってみたね、すごいね。 TikTok 全然見ない。大統領になったなら踊れる、踊れない、何大統領になったなら、大統領になったらどういうこと、何するの、どういう歌なの、大統領になったならっていうの、大統領になったらっていう歌があるんでしょ、どういう歌なんだろう、わかんないな、全然知らないや。ダダダ大統領になったならって言うんだ。大統領になったら友達100人、大統領になったら友達100人できるかな、100人で食べたいなってやつですか富士山の上でおにぎりをパックンパックンパックンチョ、あ、そうなんだ、かすってないか、そっか、難しいね、なかなか。富士山登ったことない、インストールしてないんだよね、まず TikTok ちゃんと。重いからさ、アプリ重そうだなと思って、携帯変えたら入れようかな、じゃあ、うん、明日早起き、いや、そうでもないんじゃないかな、わかんない、なんで集合か忘れちゃった、明日の手まだ見てないや、ワイムトクチャの、お、トクチャ、トクチャ好き、なんか苦味のあるお茶好き、最近短いのね、本当ですか、嬉しい、短いのいろいろアレンジできるよ、短くても、ここでさ、上でさ、お団子しても可愛くないですか、この髪型、見えない、待って、噴水？
こんなやつとか。なんかすごいコマ回しみたいになっちゃって、コマ回しの持つとこみたいになっちゃった。かわいいよね。何できるだろう。ハーフアップはできると思う。うん、髪はね、私はねこれつけてる。これジミールフランっていうやつ。なんか手出すとちょっと出すね。こんなクリームなんだけど、なんかさ、これを例えばこうさつけるとなんかね束っぽくなるけど、なんか跡もつきやすいし、このままキープもされるし、バームじゃなくてジェルの方使ってる。バームね、なんかこの間でもメイクさんにさ、すっごいおすすめのバームあるよって言われて、ふーちゃんおすすめの、ふーの髪質に合ったバームがあるよって言われたんだけど、すっごいコスパ悪いよってすごいネガティブなことも聞いたからちょっと買うか迷ってるんだけど、すごいちっちゃいんだけど、こんなカンカンに入って、ちっちゃい、こんなぐらいちっちゃいのに 3,4 千円するんだよ。そうだからね、ちょっと迷ってるんだけど、でもすごい良かった。そう、使ってもらって、その時は高かった。でもすごいいいって聞いたから、もしかったらまた使おうかなと思うけど。髪型は大事だよね。お肌綺麗な秘訣、なんかさ、私もケア結構するけど、そんなめっちゃ何時間もかけてモデルさんとかそんな美容家の人たちみたいにやってるわけじゃないだよ。そう、お肌は結構ね、ぶっちゃけなんだろう、遺伝とかあると思うよ。肌質とか、なんかニキビできやすいとかさ、そういうのって結構遺伝とかね、大きいと思うんだよな。ふうん、でもね、日々のケアも大事だと思う。根本的なのきた。いや本当にでもそう思う。なんかさ、だってさ、綺麗な、すっごい綺麗なピカピカの人ってさ、何もしてないですって言うじゃん。そうだって綺麗だもん、何もしないよそりゃ。そうでもやっぱすごいね、ニキビ肌だったり乾燥肌だったりとか、すごい、私もすっごい乾燥肌なんだけど、そういうのも遺伝だと思う。結構やりすぎも良くないと思うけど、でもなんか、まあ、食生活、そのスキンケアどうのより食生活、いや食生活な、でもな、どうなんだろう、遺伝だと思うな。もうだって私とか超不健康じゃん、どう考えても食生活。でもニキビ全然できないのよ本当に。結構もう何ヶ月も本当に。そう、野菜大切とか言うじゃん、私本当に野菜取らないんですよ。取って野菜ジュースだから、なんだろう、食生活、大事だと思うけど、どう、一番かって言われたら私はどうなんだろうと思ってしまう。めっちゃ体にいいもん食べてない。いやでもすっごい不摂生だなって思うよ。毎食ちゃんと食べてるわけじゃないし、
なんだろう、健康的なものを食べてるって言ってもその頑張ってる期間だけだし、みんなに見せてないだけでさ、そんな全然ジャンキーなもの、ラーメンとかも全然普通にカップ麺とかもみんなに言ってないだけで全然食べてるし、風もそうだから、うん、どうなんだろう、うん、まあでも確かに今は年齢とかもあるのかもしれないけど、それは、うん、水飲むのはガチで、水飲むのはガチで大切、それはそう、水はガチで大切、環境とか遺伝はもう根本的なんだけど、食事は知らん、スキンケア、うん、食事も大事だし、スキンケアも大事だと思うけど、水は一番大切だと思う、本当に、うん、水は本当に大事、もう水は本当に大事飲んだ方がいい、水はいっぱい飲んだ方がいい、うん、そう、私多分不摂生でいっぱいアイスとか食べるけど水いっぱい飲む、うん、風ね、天然水大好き、水はいいよ、水はいいぞ、水飲むならお茶選んでしまう、まあでもジュースより全然いいんじゃない、最初はお茶から始めてもいいと思うし、で水一本混ぜるとかさ、その1日の中でさ、例えばさ 500ml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  で2リットルだとするじゃん、最初はさ3本のお茶から始めて1本水にしようとかにしてさ、それから徐々にね、そんな一気にさこんな水にしたらもうすぐあもう無理、水無理、水生活無理、水なんて飲みたくない嫌いって絶対なるから、ちょっとずつ変えてった方がいいと思う、一気に頑張ろうとしたらさすぐあー無理無理無理ってなっちゃう、うん、そうそうそう、炭酸飲まないよね、炭酸水、そうだね、炭酸水以外の炭酸はほとんど飲まないな、コーラとかも飲まない、うん、何飲むんだろう、水、お茶、飲み物は基本水、お茶、朝コーヒーとか、まあ、チャイティーとかそういうあったかい系は飲むけど、普通に水分取るってなったら水、お茶が多い、うん、コーヒー好き、コーラは我慢してるの、そもそも飲まない、そもそも飲まない、セブンのゼロサイダーは、それはね、私があの絞ってる時、結構ダイエットしたりちょっとあ調整しようかなと思った時に空腹になるじゃん、ご飯そんな食べなくて量食べないから、その時の空腹紛らわしでセブンのゼロカロリーサイダーでお腹を満たしたりはする、それが多いな、でも普通に好き、あれは美味しいから、甘い、甘いね、炭酸苦手ない人結構多いよね、でも結構聞く、ふーちゃんさ、ふーはあのストラスティ、ユズストラスティをパッションティ変更して飲んでる、よく
美味しい。そう、そうそう、トマトジュース飲めないんだけど。いいよ、トマトジュース飲めなくたって死なないから大丈夫だよ。トマトジュースは飲めなくていいよ。うん、そんな絶対に取らなきゃいけない飲み物じゃない。うん、いい、飲めなくていい。別に飲めない人は飲めないでいいと思うよ、トマトジュース。眠くなってきて、眠くない全然。何の話しようかなって思ってた。何の話する？今日絶好調やないね、元気ってこと？いつでも元気なんですけど。やぶこの部屋やる。悩みそうだ、悩みそうだな。最後の公演で歌いたい曲ある？最後の公演で歌いたい曲か。なんだ、逆になんだろう、逆にみんな何が聞きたいんだろうって感じはあるけど。サイン会の後って筋肉痛とかになる？ならないかな。腱鞘炎ってこと？ちょっと半日考えていいですか？いいね、考えて考えて。ガチガチだね。元気なふーちゃん、もうアニソン歌ってほしい。やば、アニソン。届けて切なさにも名前をつけようか、スノーハレーション。うんうんうん、やっぱしアーモンドクロワッサン系か。アモクロ、アモクロ私ゆかりがないんだよな、そこまで。お姉ちゃんがやってたぐらいしかない。アモクロすごく可愛い曲だなと思うけど。私がやるの謎くない？だってお姉ちゃんがやってたからっていう理由でアモクロをやるのなんか、なんかな、謎いなって思ってしまうんだけど私は。うん、それは私の考えが違うのかな、わかんないけど。なんか私がやるってよりかはあれは、なんか私の中でアモクロは B2 の3期生がやるからいいみたいなとこがある。なんかそんな私が言うのはあれだけど、しゅうちゃんの同期が、同期というかしゅうちゃんたちがやるからいいっていうのがある。なんだろう、フーがやるのはちょっと違うな。片思いより思い出はそんなこと思わないんだけど、アモクロはなんかそう思う。あれは B2 の3期生の曲って思ってしまう。私じゃない絶対に。なんかね、なんか違うんだよな、うん、そう、その機能
すっごく思い入れのある曲だなって思うから、うん、セガコミ最後の曲が絶対ダメでしょ、もう関係各所からすごく怒られそうだね。夢番地は最高だな。でもアイドルの曲ないよね。でも疲れ様です。ボカロ？ボカロって何がある？ボーカロイド。やばい、すでにお風呂がめんどくさくなってきた。千本桜、千本桜、夜に紛れ君の声も届かない。流行ったよな千本桜。トゥルトゥン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 トゥ、マイカーですか、ヒラ。おう、女の子には革新的メタモルフォーゼを優しくどういうこと。立てば尺やく、座ればボタン、歩く姿はユリの花。ここはもともと優しいか。風的に頑張り屋さんだなって思うね、奇跡みたい。みんな頑張ってる。みんな頑張ってると思う。なんか誰々が頑張ってるっていうのもすごいいいと思うんだけどさ、じゃあ誰々は頑張ってないのとか言う人がいそうで、なんとなくちょっと私的に名指しをするのは苦手なんです、そういうの。そうだからみんな頑張ってる、うん、それぞれ頑張ってる。頑張り方は人それぞれ、どこを頑張るか、どこを得意か、何を得意とするかっていうのは結構人それぞれと思うから、みんながそれぞれの場所で頑張れたら素敵ですと私は思う。ふ
風をって感じです。こんばんは。そう、ふぅ好き？ありがとう。なんかゾンアマで、ゾンアマって何？アマゾン？アマゾンで買うべきおすすめのもの？日用品でしょ。私は炭酸水買ってるけど。なんだろうね、アマゾン。アマゾンすぐ届くから。なんでもいい。日用品。重いのいいよね、一人暮らしだと特にさ、便利便利。よし、なんか元気もらったので明日のためにも寝る準備します。ありがとうございます。お、よかった。寝ろ寝ろ、おやすみ。眠りにつきな。よろしくよろしくです。じゃん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 。何の話しようかな。呪術回戦はですね、ジャンプ本誌で読んでます。最近いい漫画見つけたのよ。読んだ、今日読んでた、移動中。今日ね、いい漫画見つけちゃった。いやでも言えない。言えないけど、けど言えない。ずっと私の趣味がバレるから言わないけど、いや B の L ですけど、いや B の L なんですけど、けどいやむちゃくちゃいい、むちゃむちゃいい、もうむちゃむちゃ良い、もうはちゃめちゃに良い、もう泣きそうになった。ユリは読まないんです。B の L しか読まないんですけど、そう、もうこうなった。めちゃめちゃいいってなってしまった。感動する。この目頭が、あー熱い目頭がってちょっとなるぐらい良かった、うん、笑えて泣けてって感じの。男同士がそんなにいいか、なんか男同士っていうところに重きを置いてるわけじゃなくて、なんだろう、やっぱり乗り越えなきゃいけないものが多い漫画を読んでいると、すごいなんか心がギュッとなります。なんだろう、純粋な美しい物語を読むと心がギュッとするじゃないですか。そういう気持ちになった。で、目頭が熱くなる、本当に。
そう、ストーリー、そうそうなの、ストーリーが大事なんです。そう、そう、なんかね、難しくない感じがするの。そう、そうなんです。最高。スタンディングオベーション、拍手喝采。バレない程度に良かったところなんです。バレない程度っていうか、なんかその気持ちに気づいてからが好きなのよ。なんだろうな、なんて気持ちに気づい、なんか心の変化、その人たちの、なんだろう、自分はそうじゃなかったけど、まあ、同じような物語ばっか読んだんだけど、同じような展開というか、そう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 、はいね、でも BL も読むし、普通に普通の漫画も読むよ。結構きつめのグロい系、グロい系も読む、うん、男女ではその気分、男女で気分、なんだろう、あんまあんまみたいな漫画はあんま好きじゃない、好きじゃない、なん好きじゃないって言ったらよろしくないね。なんだろう、読まないかな、もともと。ずっとあんままイチャイチャみたいなのは、なんかね、もっとこう起伏が激しいのが好き、感情の。すごくすれ違いがあったり、人と人との、なんか感情のすれ違いがあればあるほどすごく面白いし、あ、次々ってなるんだ、風は。そう、辛いのが入ってるのが好き。そう、辛さ加減が入ってるのが良い。そう、ならなかった。いいよね、わかる。少女漫画、あれどれが好きだろう。少女漫画は、でもこれはあれなんだけど、あの女王の花とか好きです。暁のヨナとかも好きだった。女王の花めっちゃ面白かったな。でも私結構好きな感じだった。そう、長い、なんか歴史ものなんだけど、女王の花は。そう、まあ面白かった。何巻ぐらいあったかな、あれ。10何巻あったかな、確かあった気がする。完結済みの漫画です。なんか全然甘くなくて、甘すぎず、でもすごいいい話。泣けちゃう、泣いた。ちゃうよ。
歴史上の人物の漫画、なんだろう、歴史上の人物の漫画か、歴史上の人物の漫画、信長コンチェルトとかしかわかんない。なんだろう、あとブンストとかしかわかんないな。文豪ストレイドッグス、何があったかな。あ、キングダムね。あ、なるほど、キングダムとかか。中国史は面白いなって思う、すっごく。中国史の漫画はめっちゃ面白いと思ってる。自分は結構好き。あ、モリアーティ、確かに。幽谷のモリアーティもそうか。モリアーティも面白かった。龍馬伝とか、大井龍馬、大井龍馬なんか家にあったな、実家。中国の面白いよね、確かに。漫画は素敵だ、いい文化だ、うん、そう思う。素敵な文化だ。モリアーティってシャーロックホームズの、そうそうそう、シャーロックホームズのやつ。そう、アニメいいよね。ひなちゃんから、ひなちゃん、ふーちゃんから教えてもらったアニメ見てるって言ってた。本当？私何おすすめしたっけな。なんかみんなにおすすめしすぎて忘れちゃった。アニメはね好きだよ。好きな人かわいいよな。ひなちゃんはかわいい、ほんとに。ピオはもうほんとにかわいい。ピオ何がかわいいって、もうなんかもう存在がかわいい。かわいい、本当にかわいい。本当にかわいい、ひなちゃん。なんかね、小動物みたいに思ってしまう。ひなちゃんのことを、ふうは。なんか小動物的かわいさ。わかんないけど。みんな可愛いんだろうな。そう、ゆるキャラだ。そっちだ。そっちだ。そう、ゆるキャラだ。なんかね、可愛い。うん。小動物っぽいのって誰だろう。確かに、うん、なんだろうね。ももちゃん、アリちゃんね、確かに可愛い。いや、みんな可愛いよな。ドカちゃん、
ももちゃんかな、確かに風の中ではももせんが小動物だな、かわいい。身長低い子好きなそう？うん、そんなことない。身長高い低いは考えたことないの。うん、身長ね、そんな気にしないかな。ココアハムスターっぽくない？嘘。ココアはなんだろう、でも猫科な感じがするけど、どっちかっていうと。何動物か分かんないけど猫科な感じがする。犬か猫科で分けたら猫科な気がする。ハムスター、うん、確かに。みんな可愛いな。食べっ子動物大好き。あ、ファミマのさ食べっ子動物のやつさ、行ったらもうどこもないんだけど、あれやばいな、びっくりした。すごい。ふーちゃんも猫か、あ、私猫かって言われる、結構猫っぽいって言われる。にゃー、猫かしら。猫かにゃ。猫。君がいなくなった日からこのどうしようもない気だるさも心と体がマフファフファニャ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 猫に なったんだよな。君はいつかフラッと現れてくれ、何気ない毎日を黄色に染めておくれよ。君がいなくなった日からこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して、もう分かんない、ここの場所分からん、おかしい、知らん。猫になった分かんないな、なんだろう。シナは確か有名な曲はあんま分かってないんだよな。有名な曲なんだろう。怪物？怪物もう忘れた、めっちゃハマってたのに。やば、怖っ。怪物。トゥ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 、あ、もうダメだ。待って待って待って、思い出す今から怪物のこと。歌詞書いてよ。
怪物の歌詞書いてよ。なんだっけなんだっけ。あー素晴らしき世界に今日も乾杯、街に飛び交う笑い、だらでもだら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 、気が触れそうだ、クラクラするほどのいい匂いも、ツンと刺した鼻の毒、目を覚ます本能のまま、だだ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 、この世界で何が、だだだだだ、僕には何ができるのか、か、このだだだだだだだ、涙こぼれ落ちないように、トゥ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 、何度でもずっとトゥ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 、食らいつくこの間違いだらけのこの世界を君には笑ってほしいから、あ何も、あ誰も傷つかない、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられるようにか、思い出した。清く正しく生きることだ。ああ思い出した、そうだそうだそうだ、速度制限の時みたい。角止まりやから。そうやな。うん。夜遊び。おお、なんだろうね、歌。そうね。ワイムジーフーちゃん頼む。そやね。そやね。恋愛サーキュレーションまだ歌ってないよ。恋愛サーキュレーションは。そんな簡単に出ないから、恋愛サーキュレーション、そんな簡単に出ない。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、ずっと音ふわふわにふわふわら、なんかもう帰りたい家にいるのに帰りたい気持ちになってきた。やれって言うから、だってせーのとか言うんだよ。よくない。よくないね。よくないよ。煽ってくるから。はあ、断れないです。断れないね。そうそう、金曜日だから特別ですよ。そうそう、
別特別。早く寝ましょう皆さん。早く寝て明日も頑張ってくれ。頑張りたまえ明日も。うん、そうだ。あ、スチューデン、そう、スチューデンツ見てから寝なきゃだ。そうだった。明日の予定が未定すぎて。明日みんな何するんですか？私はサイン会。みんな明日何すんの？寝るの？明日休みだもんね。あ、サイン会見てる？ありがとう。仕事か。部活。勉強、ふーちゃんのサイン会。サイン会見て、モンハン。何もしない。ルロネケンシン見ます。お、ルロケン。明日いろいろあって忙しいって。あ、そうなんだ。出かける。いいね。予想なんの？クラブの大会、頑張ってね、大会。うわーすごいね。そっかそっか。部屋の片付けもしたいから手伝ってくれませんか？お、気持ちだけ気持ちはいつでも手伝ってる、みんなのこと。気持ちはね。麻雀、麻雀うちにか。あら、麻雀、麻雀全然わかんないな。中田香菜さんのイメージあるな、麻雀。そうかそうか、頑張れ。皆さんそれぞれ頑張ってください。私も明日に向けてそろそろお風呂入る準備をして、お風呂入ってからちょっとしてから寝ようかな。ね、よし、準備しよう。それではちょっと早いけど終わろうかな。うん、今ちょっとお風呂入る気になったから、この機会を逃すと遠い未来になってしまいそうなのでちょっと入ろうかな。じゃあランキングを読みますぜ。お風呂ハードル高くて死ぬ。わかる、お風呂ハードル高いよな。入っちゃえばこっちのもんとかあるんだけどな。
30位カナリア、29位藤田澄、28位のりふみ、27位リリとルル、26位セティン、3位もらえるの最後になるかな、見てるからねありがとう。25位がリョーニャ、24位がトップティーのショー、6月18日のチケット取れたので楽しみだな、およかった。23位リピピ、明日も朝だけだけどサイン会よろしくよろしくです。22位がマサマサ、21位がケイ香港、20位がディネ、オフとサラピオシ、19位がツックン、日曜清掃ボランティアするので虫除き持っていきます、およろしくお願いします。18位がデミ、18日19日よろしくです。久々の都会怖いっぺ、おお気をつけておいでな、私も久々の都会です。17位がテリー P、 18日19日連続参戦楽しみ、おお願いします、楽しみ。16位がダダダ、ふーちゃんの恋愛サイクレーション好きなありがとう、15位がライさん、14位がデブニャン、ふーちゃん海ありがとう海、13位がブビン、12位がロングソード、11位がキャキャッキー、公式通販で成人式の写真、あ成人式の写真出たんだ、おそうなんだ知らなかったらしいです、成人式の写真出たらしいです、ぜひチェックしてみてください。今日から6月の生写真も出てます。10位がダソク、レタスサンドが好き、わかるレタスサンド大好き、シャキシャキレタスサンド、セブンの。9位がマサヒロ、 ST48 の石田千穂ちゃん推し、8位がカズキ KK、 7位がマサシボブ似合ってますありがとう、6位が、あ変わっちゃった、ちょっと読むね、22位におかずさんかな、りょうにゃさん27位、30位ミルク出るかな、よいしょよいしょ、8位がともやさん、明日もたくさんよろしくよろしく、7位がダソク、レタスサンドが好き、6位がデュラント、ラストサイン会楽しみにしてるだっちゃ、おラムちゃんだっちゃ、5位がまさしありがとう、4位が奥行さんありがとうございます、3位がサイゾー、18日チケット取れたよ楽しみ、お楽しみありがとう3位、そして2位がタカフェイカーありがとうございます、タカさん Thank you ありがとう、そして1位がアンドゥ、とってもとっても可愛いですよありがとうありがとうございます、嬉しいアンドゥありがとうね、タワーも、はい、というわけで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。ちょっと久々に、最近ちょっと長く配信できてなかったので久々に1時間今日2時間弱配信しました、ありがとうございます、見てくれて楽しかったです、また明日の夜かな多分配信するので、サイン会終わりかな、サイン会終わりに、それではお風呂入ってきます、今日もお疲れ様でした。